けますか。暗い。練習開始します。旅のことなら F 稽古クリスタルにスマイル隊を作りました。イエイ、イエス、イエーイ。楽しいことならお任せのジョイクラブ、イエーイ。レッスンの甲斐があったね。はい、ありがとうございます。さあ皆様もご存知の通り、うん、あ、レッスンの甲斐がF 稽古常にノープランです、はい、計画通りなんてつまらない。だから毎回何が飛び出すかわからないですよ。お見逃しなく。笑ってらっしゃるなちゃん。楽しみだよね。いや毎回楽しいよ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいお客様ありがとうございます。本当に何を心を寄せるんだろうと思って支えになってます。F 稽古嬉しいです。ありがとうございます。F 稽古資料が多いな感じで準備ないわりにはね、今日いっぱいだね。本当ですね。それで安心しようとしてるんだと思うよ。心理を読まれてますね、はい、そうですね。今日はですね、なんかもうちょっと見せて見せて、そんなせっかくいっぱい持ってきたのに。いっぱい持ってきちゃった。どうしよう、うん、何これ、なんでそんな本を。これビュアン先生、あ、明日この間言ってた、はい、すごい素敵。あ、そうなんですよ。いやもうね、本当に。あ、 DVD じゃん。 DVD ですよ、すごい、はい、そう、これあのやっぱりちょっと馴染みがね、うん、なかなかない琵琶の世界、ちょっとなんか琵琶とさ、着物って、うん、琵琶って言ったらなんかなんだろう、タラーンとした服着るイメージがあるんだけど、うん、なんだろう、なんだろう、アジアン系というか、分かる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 、ね、うん、ビルマの建物じゃないけどさ、あの、ね、ビルマの建物、ビルマの建物ね、ちょっと近い、まあ、近い、惜しい、そのかすり具合が何とも言えない、ルが惜しかった感じ、ビビワのビワです、薩摩ビワです、うん、B しかあってない、B しか、友よし確信、ビワ、だから見てタイトルがハムレット、ほらハムレットだもん、ビワでハムレット、そうですね。新しい、そうですそうです、もう新しいことに挑戦してらっしゃるんで、うん、橋本治さん、小説家聞いてみたい、うん、これ、あ、どうぞどうぞ、本当、うん、よかったらお借りしてって、パッケージも素敵だね。そうなんですよ、だからね、ちょっと一度聞いたことのない方にはね、聞いていただけると、あ、こんな世界もあったんだみたいな。ゲストで来てくれないかな、ね、えマジっすか、うん、ここじゃないけどね、あ、夜の番組、友よし各地の先生、うん、あら、ちょっとじゃあ、だって琵琶なんか聞く機会あまりないよね、うん、ないです ね、 ね、普通に生活してたらないですね、こうやってハムレットで来たら聞く人いるかもしれないよ、あ、きっかけとして、ね、そうですね、きっかけは本当そう、うん、私もたまたまこちらの友よし各地さんが、うん、レモン小暮さんとコラボレーションしてたんですよね、へ、すごい、それで知って、で、まあ、ビワ自体もね、ちょっとすごい興味が耳なし持ちとかあったんですけれども、うん、で聞いてみたら、こんなすごい、なんだろう、心に染み入る音色なんだと思って、うん、はい、だからね、お知らせしとけば、お知らせ、明日、はい、11月18日火曜日、明日です、会場7時で、7時半から開演、国立能楽堂。入場料5000円、自由席となってます。まだお席の方ございますので、ご興味さん行くのよね。私行きます。楽しみだね、はい。受付の方にいさせていただきます。ね、発見した人は何か特典がありますか？発見？私のことを？え、マジで？嘘嘘。ちょっとじゃあ何か特典。預けるの？あら。さあまだまだ資料ないよ。順番から行くと何？次？順番から行くと、あ、じゃあこれこれこれもね、ちょっと私が大好きな漫画なんですよ、うん、あ、これと一緒だ、さっきの漫画、あ、そうそうそう、うん、アタゴール物語って知ってますか、うん、なんかこの絵を見たことがある、うん、あ、ですよね、あの猫のキャラクター、うんうんうん、秀吉っていうちょっとおデブちゃん猫のキャラクターで有名なんですけれども、うんうんうん、増村博先生っていう漫画家さんがね、描かれてるアタゴールという架空の世界を舞台にした、うん、猫と人間が織りなすファンタジーの世界なんですよね、うん、もうすごい30年ぐらい、もっと前かな、
ちゃって、すごい。でそれがジョークラブで何をしようとしているの？え、こういう楽しい世界もあるよと。ちょっとマニアックな楽しい世界もある。ジョークラブを紹介してるんだな、これね。うん、そう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 、みんなが知らないこう楽しい世界。あ、まあ確かに、独自なね、世界なんだよね、うん、あのファンタジーなので。え、何それ本も出てるの？あ、そうです、漫画なんです。え、もともとそうなの？もともとは漫画なんですね。漫画少年っていう、ご存知ですか、うん、すごいギャラの目方はご存知だそうですけど、そう、もうマニアックなね、漫画雑誌の方でデビューされたマスナシさん。なんか個展とか いずれありそうだね。それがね、あるんですよ。それがね、あ、それがごめんなさい、あったんですね。過去ね、終わっちゃった、昨日まで。でした。ちょっと FK このコーナー、ちょっと1週間遅かったですね。行ってきたの？あ、行ってきました。それで、来年のカレンダーゲットしてきたんですね。そっか、そうなんですよ。こういうのって、そこに行かないと買えなかったりするグッズもあるんだよね。そうですね、そうそうそう、まああのギャラリーね、小松さんの方で、通販をやってると思うので、マスムラヒロシアタゴールギャラリー猫町でちょっと検索していただくと出るかと思います、うん、そう、ポストカード綺麗。これさ、なんか話題になってる手帳？自分手帳です。自分手帳？あ、自分で作る？そうそうそう、話題になってる、あの国与さんから出てる自分の年表とかが作る。それを来年のにしたのね。あ、これね、私ね、実は手帳気に入ってるのがあって、自分手帳とこのね、マンダラ手帳。あ、そうそうそう、こっちこっちこっち。あ、そう、マンダラ手帳ご存知ですか？うん、あら、なんかいっぱいブログに載せてたじゃない。あ、そう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 、マンダラ手帳、マンダラ、うん、これなんだ、マンダラ手帳こちらで、自分手帳こちら、ちょっと組み合わせて、私マンダラ手帳、へー、クローバー研究所さんっていう、あの松村先生という方が開発した、あの9マスで考える13ヶ月、13ヶ月のタイプ。あ、違います、ない、はい、トマヤ歴とかですよね、13ヶ月じゃなくて、これは人生とあなたのお仕事を豊かにする、計画的にね、これに。なんかこういうイベントもやってたよね。あ、やってます ね、はい、ジョークラブも何でもありだね、広いよ ね、 ね、一冊の手帳からあなたの人生が変わるみたいな。マンダラ手帳さんはこういう意味か、うん、マンダラ、私ね、本当にマンダラのあの形ね、まあ、円の、はい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 、を何かしてるんだと思ったの。それ、あの後ろの方に載ってるんですけれど、その金剛界マンダラとなんちゃらマンダラっていうのがこれこれこれ、うん、あ、本当だ、アービックスしてるんだ。まさにお釈迦様の世界をこう落とし込めるように日頃の手帳に落とし込んで、これで人生計画とか経営計画とかを考えていく、ね、ちょうど今月末無料の手帳セミナーがあります。そうなの？手帳さん、これさ、いろいろそういう勉強してなくても言われた通りやってったら整理されてくるよね。あ、そうです、そうです、ね、勉強から入ると結構ほら難しいじゃない、うんうん、深いし長くなるけど、うん、この手帳で書けるところに書いていくと、はい、知らない間に設計図ができていく、ね、その通り、その通り、ね、うん、それにのっとって、あの今年、うん、来年ですね、今年だったらもう15年、うん、2015年は何をしようか、うん、そのためにはいつまでに何をしようか、そういうのがあの何年越し、自分の人生100年計画っていうのから考えられるようになってます、うんうん、あ、人生100年計画だ、すごい、なんかノープランの割にはアイナすごいだね。アイナ好きなんだね。そうそう、じゃあ違うコーナーでいきますか。違うコーナー、はーい、はーい、じゃあ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 、ジョイクラブ旅のワンポイントレッスンのコーナー。キャー、すごいノリノリだよ。かっこいい曲だね。これ知ってます？ルパン、クライズラー&カンパニー。あー、大好き、ルネさん、うん、大好きな、大好き大好き、ちょっとね、ノリノリな曲に合わせて、ね、そしてワンポイントは、ワンポイント、あ、一つ目、うん、ワンポイントアドバイス一つ目、うん、これを持っていったら便利、旅グッズのコーナーですよ。これは知りたいね、うん、知りたい、知りたい、簡単簡単、うん、あのね、カラーをオレンジにする。え、へえ、グッズでいいの？何でもいいの？そうなんです、そうなんです、うん、カバンでも、うん、お洋服でも、ストール1枚でも、うん、何かオレンジ色のものを持ってると、その時はすっごい楽しい旅になるんですね。簡単、見えてな
なくてもバッグの中でもいいの？そう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 、バッグの中ハンカチとか、うん、下着とかでももちろんいいんですよ。風水からってこと？そう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 。旅のラッキーカラーオレンジ、楽しい。偶然ですけど今日すごいオレンジなんですよ。ジーマさん、キャー、このまま旅に行けちゃうみたいな。行っちゃおうかな、どっか。あ、そうですね、今年はなんかフラれていく旅がいいらしいですよ。そして2つ目は？2つ目は、旅のこれ、企画してることがあります、うん、現職住職と行く成田山新勝寺、あ美味しいものを食べて開運ツアー。いや面白いって下見行ってたやつだよね。そうです、ね、下見でものすごく楽しい盛り上がっちゃってね、はい、もうおかげさまで現職住職はさっきのしゅうちゃんですよ。それは楽しい、楽しいよ。で、あとね、今年中にやろうと思ったんですけど、まあ、新春ってことで、うん、来年1月の後半から、うん、そしてちょっと年内無理。スケジュール開けといてくださいね。精進料理食べれる。そうです。嬉しい。さっきの帯許可もあるかな。帯許可とかの。あ、そうですね。ね、面白い。社協もしようよ。社協も。したい、社協もありますよ。しようしよう。社協、社協。何してこうって。ね、オレンジで。ひらひら。あ、オレンジで。ひらひらしたもの。楽しみです。はい。はい。じゃあ。三つ目。あ、あったんだ。時間がないから。ね。次回にして。本当ですか？ノープランそんなに続けられないよ。わかりました。じゃあ来月。来月来月来年。今来年かと思っちゃった。じゃあまた来月。はい。はい。See you next month。お願いします。FK子でした。ノープランで押し切ったぜ。すごいね。私たちがいなかったらどうなるの？